本日はいつもと違う場所から、お送りしております。音楽レコーディングスタジオですね、ここはね、うん、テーマ曲のレコーディングです、うん、まあ我々2人はもちろん演奏しますけども、うん、作曲者のあの方に本当に来ていただいております。奥田民生さんです。よろしくお願いします。民生さんありがとうございます。何初めましてですか、斉藤飛鳥さん。初めましてだと思います、はい、どうもです、奥田です。嬉しいよ、なんか出てるけどドラムが、まあそれはオフってドラムのサウンドとくから、あ、そっか、じゃあ、あの得意なパラディドルとかは、もう大嫌い、サウンドとか嫌い。パラディドル嫌いなの？大嫌い。パラディドルはやらなくていいですよ、この曲は。まあそっか、でも俺はあっちで聴いてようか。一回キックスネアハットでなんかリズムもらっていいですか？いい感じです。はい、ありがとうございます。はい、取れました。いい感じです。あ、じゃあそっちに、も一応これもやりましょうか。はい、いいですよ。レコーディングスタジオで音を取るってことはやったことあるんだっけ？ないです。お、それ結構思い出になる。そういう意味では民生さん来るからね、今日。おお。本当に来るんだ。民生さん喋ったことあるんだったんですか？え、ないですね。ないで、まあないか。すれ違ったりしてる？なんかね、歌番組。それすらもないと思います。ないのかな。なんかユニコーンでね、音楽番組とかあるかもしれないなぐらいに思ってたけど。ないと思います。ないか。ちょっと一回やってみますかね、じゃあね、はい、回しといてもらって、取れるだろう、これもう取れるな。いいですね、飛鳥さんドラム。ちょっとフィルね試しましょうよ。え、途中フィルでやってくれて、えって。そんなことドラマに言われたことない。ね、え？まあまあでも練習なんで、はい、何回かやりましょう。はい、取れたじゃん。いい、最後もめっちゃいいじゃない。フィルもね、うまくいってたしね、うんうん、一回プレイバックしに行きましょう、レコーディングらしく、はい、ね、はい、ちょっと聞いてみましょうね。なんかすげえちゃんとロックドラムで嬉しい。ちょっと前でどうです、自分の。よくはない。よくはない。あ、そう。超いいじゃんこれ。めっちゃいいよ。じゃあ大丈夫だ。天才。デビット・ガルバルディじゃん。知らない、知らないでしょ。ですか。本当になんかこう
ですね。本当上手に吸収するんだなと思って改めて。こういうところで聞くとなんかねより思いますね。自分が叩いた音がこういうでっかい音で再生されるとちょっと恥ずかしいもんですか。やだ。初めてオープニング撮った時もでもこんな感じで終わりましたもんね。正直うちのドラムより噛み合わせがいいですよ。それはそうですよ。だって月1で会ってやっぱ喋ってるだけでそういうの大事ですから。うちのドラムの人とはもう月1回会うか会わないかですからね。今じゃあ為末さん一応ね、うん、もし許すならタンバリンを入るかまるかな。いや、まんないか。やるよ。タメさんとタメさんにやってほしいかもしれない。やるよ。早い、はい、すごい。タメさんありがとうございます。はい、一応つるっといただいていいですか。はい、どうぞ。はい、何これ。これ何？どうやって鳴らすもの？あ、電気。何？溝を押さえると音が鳴る。アベドン。いいのあるぞ。これがですね、当日あの販売するグッズなんですよ。これいいですよね、我々のあのシルエットのね。でこれね、あのね、タメさん逆なんですよ。はいはいはい、楽器がね。そう、こういう写真を撮ったことがありまして。でも髪の毛もじゃもじゃにしたタメオさんになります。俺を、うん、いや別にだって俺はここにいなくていいじゃない。いた方がいいかな。番組が変わってきとるよ。このマグが俺ら提案なの。これだけ入れたもんが全然、あ、これ？そう、冷めないんですよ。ビールとかも。ありがとうございました。いや、それ使えると思いますよ、本当に。色も違うよ。色も違うんだ。金銀みたいな。あ、本当だ。これはだから直筆だ。まあ、質問をよくし合ったりしてたんですけど、僕がこれ好きな感じだって聞いた時に、あの、踏むって答えてましてね。これがまんま書いてあるってこと。こういうのはまあ皆さん嬉しいですよ、ね。なるほどね。これはランダムなんでしたっけ。これはキーホルダーをと缶バッジをいっぱい作ってるんですけど、これはやっぱ欲しいのばっかり売れちゃうからランダムになるっていう。あ、何が出るかわからないっていう。そのタムさんの手元にあるやつは何？ステッカーか、はい、これでもシートは違うんでしょ。この無駄の多いシートだなと思ってそうですね、それでは出されるわけじゃないです。ここで貼った後のこの無駄なの残り。サンプル大事ですよ。サンプルね、うん、そんなようなね。反抗してる。そう、梶原さんのいろんな人を経てね。2人経てる。2人経てる。ミスのないよ。梶原さんと高橋さん。高橋さんを経てる。はい、不備があった場合はやっぱ2人にも責任がいくんですよ、そりゃ。あれって。この前書いていただくっていうのをちょっと書いていただいてもいいですか。この画用紙でいいですか。はい、名前を。あ、サングラスクイズ。取り込んで何かしらのグッズに活かさせてもらいたい。じゃあなんかいくつか書いた方がいい。はい、前書くって言ったら僕はもうカタカナだから何のあれもないですよ。一言添えていただいても大丈夫です。一言お客さんに。あ、上手だね。上手ですね。なんかそんな、
フォント打ちみたいな風に字書けるの？いやいやいや、いや揃ってんじゃないですか。いけたと思う。いっぱい書いた。ありがとうございます。じゃあちょっとグッズに何かしらあしらえると使ってください、ぜひ。